兵道大輝のほわっとええ感じ。3月も半分終わり、春を感じ出してきましたね。兵道大輝です。相変わらずもたもたしてます確定申告も済みましてホッとしております。こんにちは、宇野ひろみです。終わりましたか。終わったら、もうなんかすっきりしますね。あれが終わると、ね、ちゃんとね、納税してね、はい、また4月からちょっとさっぱりした感じで。本当ですね。行かなきゃいませんからね。頑張らなきゃいませんね。いや今日ね、はい、朝びっくりしたんですけど、ほう、まあバレンタインね、そのいただきまして、宇野さん本命ね、ねえりちゃんからも本命いただいて、ありがとうございます。で通販にね来られる綺麗な女性2人からも本命をいただきました、うん、チョコレート、はい、2月14日、はい、でこれ、うん、ホワイトデーやんってなって、はい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 、これもう返すんどうしよう思って、ほう、でも買いに行く時間がないんですよ、うんうんうん、で、言うたら嫁と子供にももう取るんですね、はい、でもう子供に関しては何でも券みたいなのが満載入れてくれてる、まあ、これもまた、うん、4月27、28のシアタードラマ室で喋らせていただきますけどもね、はいはい、まあそのチョコレートをいただいてたんでね、で昨日ホワイトデーでしょ、で言うたんですよ嫁と子供にね、はあ、お返しちょっと待ってくれと、うん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 、ね、パパその時間がないからって言ってて、うん、ほんで、まあ、昨日終わりで今日の朝、子供がもう最後の幼稚園やったんですよ、うん、言うたら卒園式はありますけど、もうそうでしょ卒園式、ね、17ぐらいにあるんですけど、あ日曜日ね、はい、もう通常幼稚園後も今日は最後やったんですよ、はいはい、で、まあ、朝起きてビデオ回して、でもうママにちゃんと俺ゆえ3年間起こしても出会ってんからみたいな、ね、うん、でまあありがとうみたいな、もう思春期真っ只中ですよ6歳にして何がお前くったくの笑顔やろそこは思ってね、まあお前ええわ思って、ほうほう、でまあ幼稚園行きよったんですよ、ほう、ほんでさあどうしようと、うん、お返しなあ思って、うん、その本命いただいてますからね、宇野さん、えりちゃんそこ別に本命とかいちいち強調しなくていい僕はもうギリは受け付けないって言いましたから、そうですね、もうそれでもくれた4人はね、はい、本命だということで、本命4人ね、はいはいはい、これどうしようかな思って、ほうほうほう、でまあ僕塚本ってとこ住んでますから、塚本のところにね朝見ゆケーキ屋さんがあるんですよ、そこでいつもそのケーキとかはお願いするんですけど、はいはい、でそこにクッキーとかがあるんでね、うん、美味しいんですよ、でもクッキー朝見のクッキーをもう生き死にバッこうて、はい、そのまま食えようかと思ったんですよ、ほんでね嫁にね、はい、まあ、まあ幼稚園送って帰ってきた嫁にね、僕はその皆さんにいただいてるからそのお返しのホワイトデーをどうしようと思って、はいうん、嫁には言うとるんですよ、うん、で嫁は自分らや思ってるんですよ、子供らのお返しの話は思ってるんですけど、うん、そこでも噛み合ってないんですけど、うん、それがね分かるまでちょっと怖かったんですけど、うん、僕は宇野さん、えりちゃんね、はい、あと女性2人にショッピングのね、買う、うん、ね、買うホワイトデーの話ですよ、4人の話、ね、そう思って僕は喋ってるんですよ、はい、で、あのなホワイトデーなお返し困るねんな、どうしようかな、時間ないしなって言うたんですよ、うん、だから嫁が、うん、嫁は自分の子供らのことや思ってるんですよ、私たちのことやと思ってね、そうそうそう、うーんって言うて、うん、言うとるんですよ、うん、何しようかな、クッキーとかでええかなって言うたんですよ、うん、だから嫁が、うん、変ちゃうクッキーで、うんうん、で朝見やるやん言って、うん、その朝見さんね、うん、そのケーキ屋さんね、はい、朝見のクッキーでええかなって言うたら、うん、そんなええもいらんわって言うんですよね、いや俺は向こうは子供に対して、うん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 、ね、あさみのクッキーを返すって俺が言うてるもとるんですよ、うんうんうん、で俺は、うん、宇野さん、えりちゃんはじめ他のねショッピングのよその人にね、お姉さん二人よその方に返す話してるんですよ、はいはい、そんなんいらんわっていう、そんなんもういらんわ言うんですよ、俺ドキドキして、えこいつまあまあ焼き餅焼いてんのかみたいななるやん、うんね、ほんで「ああそうなん」って「いやでもなそれぐらい返さんと」って「贅沢やそんなもん」って言うんですよ「癖になる」って「癖に」言って私たちが私たち癖になる、俺めちゃめちゃ怖なって、うん、こいつよう言うな宇野さんに思ってねえ、だったら
あのうちの子供のね、節句を3月3日の前にね、はいはいはい、3月の1日にラジオの時にもね、可愛い節句のね、おひなさんのね、おひなさんのあんなくれたやんか、うるさん、カバンにもなる、はいはい、中に美味しいクッキーとかね、いろいろ焼き菓子がパンケーキみたいな入ったやつね、でそれ嫁に渡したら、うわ、宇野さんってこんな気ぃつく人やんなみたいなこと言うてたのに、俺が宇野さんにしょうもないもんかもしれんけど、まあ浅見のも美味しいよ、ただクッキー行かれてた瞬間にそんなやどうのいるかみたいないやこいつマジでスパルタやな思って、俺ドキドキしてきて、こいつ宇野さんとかによう言うわ思って、おマジであかんあかんそんなんて、その辺のなって、もうコンビニでな売ってるやろクッキーって言うねん、ほんでいやそれ売ってるけどやな、これどこコンビニでいい、コンビニオッケーオッケー、コンビニのクッキーをねお返しですって、いや美味しいよ、ケータリングで食べるのうまいけど、はい、改めてお返しですってなかなか渡す勇気ないやん、 ある意味ね、タフガイですよね、かなりのタフガイですよ、ね、こいつアマゾンですやな思ってええんかな、うん、って言ったら、もうええってそんなん言って、うんうん、ほんでもう一個もいらんでって言うんですいや待てと、あんなちっちゃいの3枚ずつお返しですでできるこれ言って分けてみんなで分けて小袋でお前な法事のお帰りやないねんからクッキー分けて4つにビニールに入れてなあって おばちゃんがな福井にお前旅行行くんちゃうで言うて、クッキー3個ビニール入れて、で宇野さんにそんなことしてええんかねって言うたら、うん、ええ言うて、宇野さんなん言うから誰のことや思ってて言うたら、いや子供に言うから、ああそれで繋がるからね俺も子供に、ああそうかと、びっくりしたわお前朝から言うて、宇野さんとエリちゃんとね、もう外の方にね、そんなの贅沢なもいらん、コンビニで買うてこい、しかも1個もいらんぞ、分けたらええねやみたいな、お前朝から何言ってんねん。だからまずミスは兵藤さんが誰に返すっていうのをはっきり言わへんかったところがおかしなった。まあまあそうですよね、うん、まあそうか、 そう、そこで最初に言っとけば小野さんとかに、あ、他よその人に返すんやなって、うちらは全然 別にまだええでみたいな風になってたのを、うん、そこ言わへん、主語言わへんかったから誰にとか言うね、ビビったなほんまに、こいつマジか思って、いや面白かったですねそれは、ドキドキしたわほんまに、ドキドキ、いやほんまに思ってはったかもしれないよいや思ってへんわそこまで思ってへんわ別にどんどん返せ、どんどん返せ思ってるありがとうございます、ね、あのかわいい、ね、これあれですか、そのお店で買わはったんですか、そうなんですよ、あかわいい、いやもうあのクッキーじゃないの、あのね、はい、クッキーもね、そんだけクッキーおいしいってクッキーかと思って開けたらジャムなんですけど、これはどういうことですかいやあのねクッキーはまた改めて、はい、あの差し入れで持ってきますわ、あほんまですか、ありがとうございます、クッキーの配分が分からへんかってどういうこと、どういうこと、なんかドサってあるやつもが結構あって、うんうん、はい、ああ思ってたら上にね、うんうん、あのジャムとちっちゃいジャムと、はい、ティー紅茶、ティーバッグね、ティーバッグ詰め合わせやから、はいはい、うん、かわいいかわいい、見た感じは、うん、俺初め見たやんや、うん、パッと見た時は、うん、あこれええやんと思って、うん、これ5つくださいかな、うん、あ4つか4つでもな、うん、4つくださいって言った時に、うん、あ4つですねって言って、で俺あじゃあ4つ取りますってした時に、うん、軽い感じやねジャムも小さいし箱には入ってるけど、多分紅茶 1,2 個でしょ、あのティーバッグは、そんなことないですよ、これ結構入ってると思いますよ、あそうですか、4個でその軽さな 4袋だから、ティーバッグだから軽いしね、あなるほど、こう縦にこう入ってるんです、その上に可愛いミニジャムが、まあ、ありがとうございます、すいません、いや、はい、それなのに気使わせました朝から大変でしたね、夫婦の会話も噛み合わず、ほんまにね、はいはい、危機でございますから危機じゃない、ほんでやっとバーって来たらね、今エビシついて話しとったらね、はいはい、まあ、前にも言われてたんですけど、はい、あの今ファイブアップっていうと吉本の若手の劇場がね、うん、リニューアルしたんですよ、はいはい、でこの今までは、まあ、モンスターエンジンジャルジャルなどがまあおったわけですよ、銀シャリから何からも名前出したらみんな知ってありますわ、はいはい、よう皆さんねここにも来て当たってましたもんね、はいはい、そのメンバーがキャリア10年超えやったんですよみんなね、うん、でここは若手の劇場だっていうことで、うん、ファイブアップがリニューアルしまして、でその人たちはもう出なくなって、ね、卒業です、卒業しまして、うん、でまた新たな若手たちがその次を担っていこうということで、はあ
ね、そこに入るのもまたいっぱい若手さんのいるでしょ。おるんですよ。そこにまたファイブアップに入ってくるのも大変だよね。大変なんですけど、うんうん、そこでまあ僕コアっていうイベントやってるんです、うん、若手のね、はいはいはい、その劇場にも入られへん若手をね、うん、みんな集めて面白いんですよ、うん、でそれを見てみんなでキャッキャッキャッキャ笑ってるイベントがあるんですけど、はいはい、そうなんで結構出てたメンバーがそのファイブアップのまあレギュラーメンバー、今きらめきメンバーいるらしいんですけど、きらめきメンバー、まあんな字俺もうあれやわ、ボクシー以外見たことないわ、きらめきっていう字あんねんな、あ漢字ね、漢字あれボクシー以外使うあれきらめきってきらめきパッケージみたいな、今でも書けない、書けって言われたら無理やわな、うん、そのきらめきメンバーになってね、うん、中張りまた張りっておるんですよ、はいはい、でそいつらが今度単独イベントするって、おー、はい、初めての、はいはいはい、うん、ほんでまあちょっとお話聞いてくださいみたいなノリで、うん、今日来おったんでね、あ、はいはい、でそこで聞いてて今日来とるんでちょっと入れてもいいですか、いやどうぞどうぞ、はい、あちょっともうすごい後ろで立ってはるから、ね、もう早く入ってください、入ってください、ね、いやもう多分喋り全然おもろないですよ。いやここでドカン来るかもしれませんからね。来るわけがないから。なんでそういうこと言うの？いやもうそんな若手の目は積んどかんとあかんから。あかん、伸ばして伸ばして。というわけでですね、今回ファイブアップね、あの言うなってきらめきメンバーというのでね、ボクシー以外の以来の G ですけども。なんか言うんだよ、会社批判で取られても困りますけど、ね、なんときらめきメンバーレギュラー組っていうのがあってね、ああそこに入ったですね、中張又張です。あどうもおはようございます。おはようございます。中張又張です。ね、いいね、このまったりした感じ。いいでしょ。昼に。なんかもうギャーっていう若手じゃないんですよね。ネタはその代わりギャーってなりますけど。ネタはそうですね。全然違うのね、そこはね。はいはい、この二人がね、はいはい、たおもろいコントするんですよ。はい、で、中張又張って言うてるんですけど、はい、別に中張さんと又張さんが組んでるわけじゃないんですよ。違うんですか。そうなんです。名前は僕が高道と申します。高道。はい。はい、僕が白井です。白井上道さんと白井さん、はい、が中張又張っていう、どうやってグループ名でつけるんですか。そのこれも相方がちょっと考えたんですけども、うん、ああ、はいはい、もう僕らあの高校の同級生やって、はい、それでよく2人で川に釣りに行ってて、うん、はい、で釣りしながらちょっとお笑い始めようかってなって、うん、そこでコンビ名決めなあかんなって、うん、そうですね、はい、うん、なりまして、うん、それで何がいいやろうって、もう俺らそんななんかカタカナとか違うな、うん、じゃあ漢字がいいなって、うん、中張又張はって言ったら相方めっちゃ笑ったんで、うん、その時に、はい、だからもうほんまに意味とかないですよ、ニュアンスでつけて、はい、カタカナじゃないんですか。じゃあそうなんですよ、そうです、漢字で、はい、真ん中の中 に、はい、あの頑張る弓辺に長い張本の針、あ、はいはいはい、に又が、あのぬカタカナので、はあはあ、でまた針、そうです、あるんですけど、まあ多分もう売れたらひらがな表記にするんで、あの覚えなくて大丈夫です。まあそんな、はい、売れる手前ぐらいでも買えるかもしれない、買えるかもしれない、最後の5年ぐらいくすぶったら買えるくすぶりじゃないですよ。白井の方がラジオ創設期のアナウンサーかぐらいマイクに近づくっていう、それはね、ミキサーがおるからそこまで近づかんでも、そうです、ほらほら見てみ、兄さん見てみ、だいぶ離れてるやろ兄さん、ふわんすわ、まだくっついてるやろ、はい、お前な、はい、あの焼きおにぎり食べるぐらいの距離になってるから今口に今まさに入れる距離になってるから食べようとしてるの前、食べたらダメよ、食べたらダメですね、さすがにちょっと、はい、初めてなんでラジオ、はい、あこの ABC さんで、はい、お仕事させてもらうことが、あそうなんですよ、はい、この二人ね、ういういしでしょ、はい、さっきもね、ちょっと時間があったから、うん、ABC の食堂行こうって、はい、もう出られへんから、うん、で二人連れて、でもう一人あの作家の子、わかる、はい、作家の子と、はい、あのバーって行ったんですよ。ほんでみんなで食べとったら、うまいっすわーうまいっすわーって言うんですよ、はい、いや ABC の食堂うまいけど、はい、そこまでじゃないですか。いやいやうまいよ、これまあお前らのせいでまた問題あるよ今喧嘩あったよね、 ABC の食堂に対してね。いやうまいです、うまいですけど、うん、そのみんな普通に食べてはるやん、まあまあまあ、それが当たり前のね、うん、風景やから、だからこうおいおいしいから、うんうんうん、ね、うん、天ぷらうどんをバーって食べるだけで、はい、うまって言うんですよ、はい、いやほんま美味しかったですね、いい素晴らしいね、その感覚はいいね、はずいやんか、いやいや兄さんとしてはね、で俺さなんか麻婆丼と味噌カツとご飯頼もう思って、はいはいはい、並んでんのに、はい、ことこと3人がうどん行っていいですか、そうなんです、でもう一人がまたね、まあ、白井がまたうどんと
行っていいですか、うん、うどんまた取り口違うから、はいはい、次高道とかな、はい、僕もうどんいいですうどんばっかり、僕もうどんいいですか、はい、からこいつら腹減ってへんのじゃんかな思って初め、うんうんうん、ほんでまあまあまあええわ思ってバーッとやってバーンと置いて、うん、ほんでまあ白井ちょっとポテッとしてますから、はい、白井はカツカレーと、はい、天ぷらうどん、はいはい、まあ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 、まあ、ほんでこの高道がな、はいはい、お前うどんあれ何うどん普通うどん天ぷらうどん天ぷらうどんと、はい、お稲荷さん3つ持ってきて、はい、ほんで、うん、ああもうそんなもんでええのって言って、うん、次作家の子バー来たらうどんとカツ丼大盛り持ってきてんねお前めっちゃ食うやんけびっくりしました正直これめっちゃ食うやんこいつ思っていやでもやっぱりねこの時間帯やしお腹も空いてたりね空いてたな僕はええねんで全然ええねんけどなまあでもそうやって美味、はい、しいな思って何年目僕らまだ3年目ですねはいでも兵藤さんちょっと僕言えてなかったんですけどさっき食堂で、うん、僕エビがすごい苦手で、うん、ほんまにもう小学校1年生の頃からなんで、うん、7歳ぐらいからで今25歳なんで、うん、18年ぐらい、うん、食べてなかったんですけど、うん、もうエビなせっかく兵藤さんにこう食べさせてもらうからいっぱい食べようと思って天ぷらうどん頼んだんですけどだから、はい、エビ正直兄さん知ってたからね、はい、こいつこいつほんまビビるんですよこのおかしいんですこの白江はね、はあはあ、天ぷらうどん頼んで、はい、食べながらちょっと喋ってたんですよ、うん、ほんならねエビの尻尾持ち出してね、うん、これもうガッサー外してやってましたよね喋りながら、はあ、こいつ何してんねん思って、うん、エビズボーって丼、はい、の奥入れてそれでエビが浮上してけへんように、うん、天ぷらの衣を、うんはい人工芝みたいにうどんにいっぱい敷き詰めてその汁の水面にもうずっと普通のうどん頼んだんやなんかなんでエビ天かすがすごく欲しかったんです、はい、いや天かすが別にあったやんあれいやでもエビについてる天かす絶対うどんにあるかすより美味しいんですうまいわな、はい、これだからね、はい、天ぷらうどん頼んでエビの身を沈めて、はい、側だけ食うよってたんですよ身を食べてないのね身そうなんですよでも18年ぶりに、うん、もうせっかくやからと思って、うん、最後まで残してたんですけど、うんうん、ちょっと先っぽだけ食べました。はい、どうやったエビ？いやーもう味なかったです。そりゃそうやわ、お前。そりゃそうやわ、全部飲んでもすっからかんなっとるエビも、お前。味なしでしたね。味なし。変わってる、ね。エビはね、ちょっと。で、俺ですね、高道はもう男前ですよ、はい、もうこれも、うん。ありがとうございます。シュッとした。一瞬モデルぐらいなりかけて。うんモデル事務所のなそうなんですよ10頭身ぐらいの中国人女性に一緒にちょ上海で住まへんかって口説かれましてモデルですかとされてで行った初日に、はい、そこの社長が10頭身ぐらいある、はい、もう上田さんすごいよねスタイルは、はい、一緒に上海住めへんか言ってそうなんですよ言われてほんでどうしたんもうすぐ辞めましたもう怖くてということは住まないということはいもう住まないって言ってもすぐ辞めましたそんな経歴あるんですよ、はい、しらよしらでね、うん、激しいダンスもね踊りするんで、ブレイクダンス、ブレイクダンス結構頭で回ったりとかするのやってます、ね。すごいネタでね、そういうのもやらはるんですね。じゃあやるんですけど、喘息持ってるんですよ。やめとけよ。踊りしないとね。なるほどね。ネタ終わりがもう。ずっと一緒に寝てないよ、ね、ああからもうネタ見の心配でしょお父さんみたいなお前でバイトもようわからんバイトしてるんですよ、はい、ちょっと宇野さん聞いてください何のバイト何のバイトしてはるんですかスーパー銭湯の、うん、ありますね、うんはい、レストランの中の厨房の、うんうん中台の差し込みです。何やねんそれ。何ですかその中台の差し込みってのは具体的にはどのような聞いてあげてことをするんですか。中台の差し込みはこう中台にいて、中台っていうのは注文が何ですかね。オーダーがオーダー、はいはい、厨房の真ん中に台があって、うんはい、それ中台なんですけど、うん、それが中台。そこでこうメニューがピピピピピピってこう電子の紙が出てきて、うん、でそれを見て差し込むんです。どこにやねん何をどこやねん中台だから、はい、何をどこにやねんあるやん揚げ場とか、はい、ああそうです順番に言っていってだから初め、うん、だ揚げ場、うん、で寿司場、うん寿司場ほんで火使うとこと、うん、でなんか丼を炊くポジションと、うん、洗い場と、うん、中台の差し込みだから何やねんそれだいたいみんな洗い場から大体こう揚げ場、うん、寿司場とかに振り分けられるんですけど、うん、僕は洗い場すぐ終わって、うん、中台の差し込み明日からお願いします特殊なポジションだよ
はい、何するとこやね、差し込みってなんか作るとこではないんですね、何かをこう。もう分からんでしょ、こんな真面目に聞いてるの分かんないで、でもそういうところがあるんだっていうのをちょっと勉強しましたね、今日。結局何やねん、それ。あのうどん湯がずっと言えやお前、お湯に麺を差し込むってことだ、はい、差し込む、差し込むのはうどんだったの、そうなんですよ、それをこれずっと中台の差し込みっていうポリシーがあるから、はい、うどんを湯がくとこって言わないんですよ、絶対言わへん、中台の差し込みですっていう全然言わないっていうね、いやもうでもこれはね、やっぱりこう若手の人って、うん、なんかその経歴とかが、うん、なんていうんですか、元ジョッキーとか、なんか昔海外で住んでたとか、いろいろこう飛びつくようなものを持ってるんですけど、僕も普通に公務員の家庭で育てられて、普通に学生で過ごしてきて、で大学行ってお笑い始めたんで、そういう言うのがなくて、もうなんかないかなって考えてて、ほんだバイトで、あ、中台で差し込んでるわ、あかんわ、差し込んでるわ、俺もいけるわみたいなノリだったら、いらんわ、一緒に住まって、もうそんな変わった2人がイベントします、はい、はい、そうなんですよ、はい、3月27日ファイブアップ吉本で20時半から我々あの中里又の初単独ライブパワームーブがございます、はい、うん、そうなんですよ、単独ライブってすごいよね、初ですから、そうなんです、ね、初めてやらさせていただいて、売れていく2人なので、うん、この初の単独ライブは絶対見といた方がいい、お願いします、最初見とくっていうのが重要やね、最初、うん、もう最初見といてあげてください、うんうんうん、めちゃめちゃ、料金は前売りチケットが1300円、1300円となっておりますので、当日券が1500円となってます、うん、なるほど、はい、お安いのですね、お安いです、ね、3月27日でございます、はい、よかったらファイブアップ、はい、チケットはチケット吉本、はい、あとピアとかローソンも売ってると思いますの で、はい、ですよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、じゃあ宇野さん、ね、いつものに戻ってください、いいんですか、いいです、いらっしゃっても大丈夫です、もう大丈夫です、はい、何時ぐらいまでいらっしゃるんですか、もうここで終わりですけど、ちょっとなんかそれいやこの後何かもう一つお話があったら大丈夫です、そういうことはないですね、はい、じゃあちょっと戻しますね、もうすいません、もう、はい、番組の方は3時までお付き合いいただきます、番組メニュー紹介です、この後はホワットニュースございまして、うん、1時回りますと宇野ひろみのイラッとええ感じ、皆さんのイライラお待ちしております、はい、詳しく書いてお送りください、1時15分頃に今週のちょっとええ感じ、兵頭さん、うん、今週どんな感じ、まあちょっとまたバシッと言いますよバシッと聞いたことないもん、ここの今週のちょっといい感じ、バシッと安倍さんをちょっとバシッといきますよ、どこの安倍さん、その辺の安倍さん後輩の前で恥かかせやめてくださいよ面白お兄さんでちょっと待ってお兄さんでね、はい、1時30分頃になりますとエリノミスト先生登場です、ホワートコンビニジャーナル、今日もまた変わった、うん、お蕎麦らしきものを持ってくるという噂が、いいですね、中内の差し込みではないんですね、そうだね、そばになってるんですよ、はい、そして、特効野郎 ABC D 大慶の挑戦状お待ちしております、うん、あの後輩の前やからね、ちょっと言っとこうね、いつも通り行きましょう、俺はね、もうそれ、はい、だ最近、はい、俺がね、うん、ちょっとふぬけやみたいなメールとか来てるんですよ、いやちょっとどころじゃないですよ、結構来てますよ、俺も家から今日はムーンウォークで来たからね、そんな嘘言わないのほんまやね、そう言わない、目にムーンウォークの移動はいいでしょ、かなり時間かかりますやんか、うん、うんやない、うんやない、それを来たんや俺は、はい、これぐらいの感じで D 大慶挑戦してもらっていいんですか、来たらええがな、バッチバチに行ったろタフガイのアマゾン、俺ずっと座ってないからね、今オープニングから空気椅子やからねがっつり手かけて座ってますやんか、でしょ、言わんかったらわからんやん、大丈夫、リスナーさんもちょっと今冒頭した感じですね、ほらダメですよ、後輩にも突っ込まれてねこうやってね、特効野郎 ABC もお待ちしております、そして2時を回りますとチケット評論、今日のゲストはダイアンのお二人です、うん、はい、またこちらもイベントなどの、ねね、ご紹介をさせていただきます、うん、2時30分頃我こそは〇〇だ自慢のモノマネをお待ちしております、うん、はい、こちらも出たいわいう方、はい、もうあの一言の似てるっていうところでも構いませんのでね、うん、ぜひぜひお送りください、うん、宛先はファクシミリが 06-6451-1000 です、メールのアドレスはひょうアットマーク abc1008.com hyo@abc1008.com でお待ちしております、はいはい、まあ、3月27日の8時半は、うん、ワイワイワイ吉本で中山のあたり見に行っていただけてください、はい、お願いします、最後一言、はい、いやもう単独もぜひ僕ら頑張りますんで、はい、劇場に足を運んでください、お願いします、お願いします、ね、皆さんたくさんの方に、ね、はい、見ていただければと思います、はい、中張又治さんありがとうございました、ありがとうございました、番組まだまだ続いていきます、最後までお楽しみに、ホワットニュース、
パチンコパチスロの天一がお送りします。最近あった気になるニュースを2人がピックアップしてほわーっとご紹介していきます。はい、はい、もう今日もバシバシ切っていきますよ。お天気もええしね。今日はもうあれですね、もうこの温度からもこの天気でしょ金曜日は。いや、ね、今日久しぶりに晴れた感じじゃないですか。行きましょうよ、このままね。行きたい気分ですね。勢いよくね、金曜日はね。本当ですね。はい。はい。じゃあ、参ります。今日のトップニュースはこれからです。今朝の朝日新聞からです。パナソニックが男性用ムダ毛処理機の販売を強化するという話題です。記事によりますと、今年の4月に新たなムダ毛処理製品を発売するパナソニック。と言いますのも、日本は世界に比べるとまだまだムダ毛処理後進国だということで、パナソニックでは今後の市場の伸びを期待し、販売台数を前の年の2倍にする計画を進めていくということです。うん。はい。男でしょ？男性用ですね。うん。男はそんなムダ毛処理しなあかんわけですか？そういう風な、なんか風潮に最近なってきてますよね。もう、嘆かわしいね。うん。伸ばすなら伸ばすでええやん。伸ばしすぎてもそんなに最近ほんまに体毛のね、うん、お手入れに気を配る男性が増えてるということなんですって。あの眉毛もね、うん、まあ僕らも中学の時やりましたよ。はい。剃るのは。剃ってね、細くするんでしょ。それはそのなんていうんかな、うん、ちょっとでもあのいかつく見えたらなっていう意味合いやんか。はいはい。今はちゃうやん。うん。かっこよく、うん、でしょ。綺麗な眉にっていうね。ね、うん、いやもうそんなんいらんわ。俺も今なんかもう、うん、あれやで、ほんまにおじいちゃん土地持ってたらしいわって、あそこに実はって言われてるぐらい、もう俺の眉毛伸び放題やからね。ちょっとよくわからなかったか、どこ突っ込み具合もわからずに、家族も知らん土地があって行ってみたら草ぼうぼうぐらいの毛ですよ。はいはいはい、なるほど、今のでよくわかりました。わかりましたか。わかりました。だからね、今、構成作家の今田さん、ポカン、アハみたいな感じでしたから。そのね、はい、全てをね、説明したらね、アホになる。こいつは何を言うとんだろうと、ま、クイズもちょっと入ってるからね、この番組は。優しく言ってください。言葉がね、僕あんまりね、饒舌じゃないからね。ラジオですから、言葉頑張りましょうよ。もうね、たまにもうね、眉毛がつながりそうな時もあるよ、俺。何にもしなかったら繋がります？まあ、うっすらね。あ、うっすらね。ほんでこう鏡見て、はいはい、こう、 うっすら繋がりかけてたら、うんうん、一応、うん、テッテッテレビを見るときはって歌うんですけどね。え？いや、一応こち亀の亮さん。あ、そうだね。ごめんなさい、今日ちょっと私反応悪くて分かりません。あれ、僕だけですか？イケてるな思ってるの。カラバさん、こめかみ書いてるし、何？はぁみたいな感じです。あれ、わからないよ。いやいや、今日ちょっと高度ですね。高度ですよ。例えとかもね、やっぱ今日切れてますからね。ついてかなきません ね、 ね、天気もいいしね。天気もいいからね。ちなみにね、うん、世界の20代から30代の男性が、うん、ムダ毛処理をする習慣を、うん、このパナソニックさんが調べたところ、うん、ドイツでは、うん、ヒゲを 24%、うん、で、ムダ毛の処理は 38%、うんの人がドイツをしてるんだって。え、それは何、全身脱毛ってこと？いやいや、だからそうじゃなくて、ヒゲを剃るということ、うん、まずヒゲを剃ってるっていうのはまあ 24% で、あ、それはそうだ。で、胸毛がある人がこの胸毛の処理をしてるっていう人が 38% で、うん、で、脇毛の処理ねが 62% の人が剃ってるんですって。へー、俺もせなあかん時代になってきたの？いや、まあね、せなあかんわけではないけども、それがゆる、なんか前はね、ちょっとほんまに一昔前は、うん、私もあんまりそんな綺麗にツルツルにしてる人ってちょっと嫌やったんですよ。うん、嫌だし、なんか別にそないせんでも、うん、ええやんそこまでねって思ってるけど、最近なんか割とそういうのが好きだっていう女性も増えてきてるのは事実なんですよ。でもね、うん、僕なんかも伸ばし放題じゃないですか、ボディは、うんね、見たことないけどね、うんうん、まあ、かなりのね、かなり伸ばし放題なんでしょ。でも、うん、乳輪の近くに、僕エリちゃんにも聞かなわからんけど、はい、昔乳輪の周りの毛抜いたら運気下がるっていう都市伝説なかったですか？
俺それずっとなかった今田君。いや、風鈴っていうか、なんか、ひょって生えてきてる長い毛ね、他の毛と違って、ちょっとなんか方向性が違うとこに生えてるみたいな。ちょっと待って、はい、俺の28年間を揺るがすようなコメントやで。あ、そうなん。そう、なんかピヨって生えてる毛をピって取るとなんかあんまり良くないっていうのは聞いたことありますけど、そのなんですか、乳輪の周りに生えてる。わっさー間違えてた。それはあんまり聞いたこと、俺運気下がろう思うたからわっさーなって。あとでエリちゃんね、聞いてみましょう、乳輪先生に。え、今俺あれよ、昔の食卓みたいな、わかります、はい、円のちゃぶ台に、はい、真ん中に桃だけあって、はい、かやかぶしてる状態ですよ、こう今乳輪もうわっさーってなって、中がちゃんとまず見えないっていうか、あのかややからちょっとムってなるぐらいの状態ですよ今。あ、そうなんですか。でもそれは処理しちゃいけないと思ってそのまま放置しちゃう。そう、運気下がる思って。あ、ちゃうねや。いや、どうなんでしょう。試しに片っぽだけじゃあ処理を。なんでやね、片一方処理するやったら両方するよ。だって全部してすっごい運気下がったら私また怒られますやん。もうさんがそれって言ったからそったのにみたいな。もういやいや、そうやったら両方行きますよな。オンとオフみたいな感じ嫌じゃないですか。取り立てでなんか嫌やんか。いや、それはやりますけど。すごいですね。いや、海外は日本と比べてすごく無駄毛処理っていうのを敏感にやってはるんですよ。なんで、でもジェームスボンドのほらおったやんか、ショーン・コネリーとかさ、うん、あの言うたらダイハードのね、うん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 、あのブルース・ウィルスとか、はい、胸毛めっちゃ生えてるやんか。あれはセクシー、アメリカとか海外はそれがセクシーやって聞いてたけどね。うん、そうですよね。結構その無駄毛じゃないけど、この胸毛とかね、うん、体毛の濃い俳優さんとかも多いしね。でしょ、海外の人でね、似合うやんか。似合う似合う。でもそれはもうやってんねや。やってる人も多い。で、ね、インドでもね、脇毛を 85% の人が処理している、うん、やめて。いや、別になんでやめて言うたかわからんけど、インドは伸ばし放題だって欲しいな、俺と一緒で。なんでインドが伸ばし放題、なんか武骨な感じでおってほしいな。結構だから気使ってはるわけですよね。もうやろう。え、お前やるわ。とりあえずじゃあ俺もまあ脇毛濃いから、うん、あの気をつけしても、うん、なんかほらチェーンソーみたいな感じで出るやつわかる。あの真面目にしてんねんけど気をつけよ。真面目じゃないけど脇だけ真面目じゃないみたいな。ちゃんと隠れないってことですか。隠れないです。あの、はいはいはい、出っ張ってきよるというか、はいはいはい、わさっと横に広がる感じですね、扇形に、うん、かね、あのこの空手チョップを、はい、言うたらいろんなこのティッティッティッティっていう写真で見たみたいな感じ、わかるかな。なんて言ったんやろな、あの扇が広がるっていう。あ、そうですよね。ま、真面目にちゃんと気をつけしてるんですよ。ただお前は真面目にせえみたいな、扇が広がっとるやんけぐらい出ますからね。じゃあその出る部分を処理したらいいんじゃないですか。全部だって処理するとややこしいでしょ、ま、出る部分だけ処理してもそれもそれでまたかっこ悪い。なんかそんなことしたな、したらな、絶対次の日にな、なぜか脇出さなあかん仕事とか絶対入ってきて、いやこの人うわみたいになんねんて。花火は定期的にやってますけどね。え、だからこんなに海外の方がね、ではこう無駄毛処理っていうのが進んでるっていうのは私も知りませんでした。だってもうヒゲもね、うん、もう言うたらこの整えるバリカンとかも出てきてるからね、はい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 、だから今後はだって前年比2倍にするんやろね。うん、だから日本の調査でもね、若年層を中心に自宅で丸刈りにしたりとか、ヒゲや胸毛を整えたりする男性が増えてきてるんですって。この前もやりましたけどね、うん、家で丸坊主、うん、でわーってやって最後嫁に見てもらうんですけど、はいはい、血まみれやでって言われて。やっぱりね、散髪屋さん行こうかなと。家では危険ですね。不器用やからね僕は。ボコボコになっちゃうんですね、うん、ああそうかそうか。だから家でそうしてる人もいるし、体毛を整えてる人、定期的にしてるよとか気になった時にしてるよっていう人が、もう過半数を占める。 50% ぐらいになるんちゃいます。うん、でもそれを、いや異性を気にしたいのことでしょ。そうですね、俺みたいなタフガイは、うん、全然せんでるわけでしょ。でもそれはもうタフガイ、そこはそのまま言っていただいて、もう脇からパンパンもうヘッドロックしてんのかないうぐらい出したらいいでしょ、毛を。ヘッドロックで締め上げてんのかなっていうぐらいわっさー毛出したらいいわけでしょ。出したらいいんでしょって私言ってたら、うわタフガイやから俺。そうです、だからそこはもう
筋通ってますからね、タフガイとしては、うん、もうごっついよ、うん、俺なんかもじゃあもう全くいらないじゃないですか、無駄毛処理さっきちょっとしようとか言ってたでしょ、ちっちゃい声でヒゲはね、うん、やっぱり今ちょっと伸びてますけど、でもおヒゲはちゃんと気遣ってしてはりますやん、まあまあね、うん、そらまああれですけど、うん、そうですよ、だ見えないところはもう、うん、あの兵藤さんはもうお構いなしに、ね、そんなもん無駄毛処理なんてないやぐらいの勢いで跳ね飛ばしてするか言うて、そうそう、それぐらいの勢いで言っていただきたいですね、急にツルツルにしないでくださいね、将来むっちゃカリスマなって CM しますわ無駄毛処理かっこ悪いよねみたいなやってやります、いいです、はい、そこ貫いてください、やってやります、このニュース何ほわ、これゲチャホはやめて、ゲチャホはやめてやったっけ、いやもうこの辺はぐっちゃぐちゃなっとるんですよもうぐっちゃぐちゃ、体毛と一緒です、本当に。もうぐっちゃぐちゃの、もう、やり放題、伸び放題みたいな。このコーナー、そんなコーナーだったの以上でございますか。本日お時間となりました。以上、今週のフォワットニュースでした。楽しもうよ、俺の人生。この選択が終わったら、夢の天地。次は掃除機やで、はい、天一はその後一緒に、パチンコパチスロー天一、このコーナーはパチンコパチスローの天一がお送りしました。過払い金の返還には期限があるんですよ、ご存知でしたか。借金過払い金のご相談は大阪司法書士会所属、大阪駅前第3ビル6階の司法書士法人アイル総合事務所まで。フリーダイヤル 0120-316-871 0120-316-871。 兵藤大輝のほわっとええ感じ 1008ABC ラジオあたりがお昼の12時ぐらいから多分ほわっとお届けしてると思うんですよね。それほわっとしすぎでしょう。さあここで日本最大級の中古車買取ネットワークを誇るカービューから耳寄りな情報です。はい、突然ですが、今乗っている車がいくらで売れるか皆さん知ってはりますか。カービューの愛車無料査定なら大手買取業者はもちろん、専門系の買取店まで複数の業者に一括して見積もりを依頼できます。ですから愛車のですね、価格を比べて手放すことができるんです。例えば事故や故障で動かなくなってしまった車、これ A 社の見積もりで0円だったのに対して、なんと B 社では10万円以上の値段がつくこともあったと、うん、これはほんの一例ですが、車によっては驚くほどの差が出ることは珍しくありません。当たり前のように下取りに出そうとしている皆さん、まずはカービューの愛車無料査定で買取の値段を比べてください。見積もりの依頼も簡単で、オペレーターに車種や年式、走行距離などを伝えるだけで大丈夫です。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-028-740 までどうぞ。受付時間は朝7時から夜10時までです。お電話お待ちしております。兵藤大輝のほわっとええ感じ、1008ABC ラジオがお届けしています。あなたのほわっとしたお便りお待ちしています。例えばこうね、ほわっというか、ほわわわんというか、なんて言うんでしょう、とにかくお待ちしています。6分を回っています。トラックジャパンがお送りする ABC 交通情報です。交通情報センターの内田久恵さん、こんにちは。こんにちは。お願いします。はい、お伝えします。名神高速道路が工事のため渋滞しています。西宮方面に向かう下り線は関ヶ原トンネルの出口付近で工事のため、追い越し車線が規制されていて6キロの渋滞です。阪神高速道路は大阪高線の西行きが千葉を先頭に
森口線と東大阪線に伸びてそれぞれ4キロ。松原線は北行きが阿倍野で1キロの渋滞です。神戸線は大阪方面に向かう東行きが真矢出口を先頭に月見山まで11キロ。神戸線と大阪港線の東行きは阿波座で1キロの渋滞。神戸線は西行きが京橋を先頭に芦屋まで13キロ。並行して走る5号湾岸線は西行きが住吉浜出口で3キロの渋滞です。続くハーバーハイウェイは三宮方面に向かう西行きの高羽の手前で事故のため1キロ渋滞しています。以上、道路交通情報でした。トラックジャパンのプラス 5% 上乗せ高額買取キャンペーンをご存知ですか？4月になれば乗っていないトラックでも1年分の税金がかかります。トラック重機を売るなら今がチャンス。トラックジャパンにご相談ください。詳しくはトラックジャパンのホームページで。検索ワードもトラックジャパン。トラックジャパンがお送りした ABC 交通情報でした。マロニーちゃんとお鍋ちゃん。おちつきおちつき。よいよいよい。おちつきおちつき。よいよいよい。マロニーちゃんとお鍋ちゃん。ラジオを聞いてるお子ちゃまもさあご一緒に。マロニーちゃん。あなたの車古くても高く売るのは諦めないで。カービューの愛車無料査定なら大手から専門店まで複数の買取店に見積もりを依頼。高く売れるお店を選ぶのはあなた。0120-028-740 0280-740カービュー。借金のお悩みは大阪弁護士会の平松豪法律事務所にご相談ください。返したお金が戻ってくるかどうか無料で相談に応じます。借金してから5年以上の人や返して10年経っていない人でしたらお金が戻ってくる可能性が高いです。平松郷法律事務所での過払い金請求は完全成功報酬制、着手金も不要です。2013年1月 JR 京都駅前に京都事務所オープン。お問い合わせは 0120-316-543 316-543 債務543または債務整理平松で検索。1008ABC ラジオがお送りしている兵藤大輝のホワーッとええ感じ。お相手は兵藤大輝と宇野ひろみのホワーッとええ感じのコンビがお送りしています。あーええ感じや、ええ感じやわ。本日もたくさんメッセージいただいておりますよ。はい、はい、和歌山市にお住まいの34歳の男性の方からは、うん、あのアルバイトのこの番組のアルバイトのフルフルについてメッセージをいただいております。先週ね、うん、ほら合言葉がカツカレー、うん、なんでカツカレーになったか言うと、うん、ほらカレーを買ってきてくれって注文して、はい、フルフルが買ってきたのにカツが乗ってたという話をしました、はい、カツにしときましたみたいな俺の金やろと思ってという事件ありましたね。いう話をね、しててね。そうそう、それに今関して、フルフルさんは以前は黒いカツサンド、うん、そして今回はカツカレー、うん、どんだけ兵藤さんのことをカツ大好きキャラだと思っているんでしょうか、うん、まあ間違ってないとは思いますがと。まあね、うん、ええようには言ってくれてますけど、フルフルにしたら俺のことを軽くバカにした感じなんでですか。違う違う言ってる。フル装備はだって違う違うって言って普通な手刀みたいにして横に振んねん。あいつバイバイでしょって。違う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 手振ってるバイバイ。分からへんで正解言ってるかもしれん。あ、もう一枚、まあ、これもフルフルさんの。なんやねんフルフルに当てる。ちょ大人気違う。どうしたんやフル装備。大人気違う、大阪市住吉区の、うん、ラジオネームポポ丸さん43歳、はいはい、女性の方、うん、キーワードカツカレーと書いていただいておりますが、うん、兵藤さん、うん、人に物を頼んでおいて文句ばっかりでスタッフさんかわいそう。兵藤さんの人間性がショックかも。ちょっと待ってちょっと待ってこれは待ってちょ見せて誰、ポポ丸さん。ポポ丸さんそらちゃうわ。ポポ丸さん、ポポ丸さんはね、じゃあ犯罪人をさ、シュータ選手も今ちょっと焦ってますんでね。ポポ丸さんが、はい、ね、さ、はい、もう選手言うた例えで言うで、はい、いやちょっと変えよう。でも内容は一緒やけど
うなぎ屋さん入りました。うなぎ屋、はい、波でいいですと、うん、言いました。はい、で食べてると、はい、途中からうなぎ出てきました。真ん中からどう見てもジョーやないかと、ほうほうほう、そこのおっさんがジョーにしときましたって言いました、はい、でお金はポポマルさんが払います。いやいやいやってなるやん。うまそうね。まあ、ここのちょっと違いなのは、はい、使いに行ってもらってるっていうところと、そうです、だから食べに行ってる店の人が勝手にやるのはあかんと思いますけど、フルフル悪いな、買うてきてくれへんかと、自分が行けないから頼んだと、うん、ということをまず言ってありますね、ポポ丸さんは、うん、で人に物頼んどいて、うん、文句言うのはどうやと。あ、ほんとこれで行きましょう。例えどんな取り方するの、ポポ丸さんが、ポポ丸さんが車乗ってます、車乗ってます、ごめんやけどちょっとガソリン入れてきてって、うん、もうカラカラやねん、うん、満タンでって言って満タンで ね、はいはい、使いに行ってくれて帰ってきた人が、うん、ね、レギュラーでええのに、うん、早送りしときましたって言われるみたいなもんですよ。いや誰が頼んでんだ、廃屋。最近ガソリン高いからな。ウインクガッチンされて、廃、う、屋、ん、にしときました。バッチリ廃屋です、みたいな。で、お釣りですって渡される。廃屋分のお金はもちろん払ってるわけね、ポポ丸さんから。そう。うんうんうん、うん。でも、うん、だから僕は、その。大丈夫ですって。そんなに、もう言い訳とかいろいろいらないです。いや、僕もうね、人に、一人でも嫌われるの嫌なんですよ。100人おったら100人とも好きや言うてほしいタイプなんで。大丈夫大丈夫。ほんまですか。はい、え、これは、あ、次は胸の周りの毛についていろいろいただいてますよ。早いな。はい、いつもどんどんいきますよ。豊、うん、中市のラジオネーム、ゆたはさん、うん、大輝様、何、うちの旦那、44歳、うん、大阪生まれです。うん、乳毛を伸ばしたら、うん、ええー、ことあると言って、はいはい、ボーボーです。おお、ほら来た。はい、そして枚方市ラジオネーム、ハスロンさん、42歳男性、うんうん、私も乳毛は抜いたら金運が下がるって聞いたので、そう、大切にシャンプーリンスしていた時期がありました。そうなんですよ。そうなの、そうなったの。そうなんですよ。もう僕今もう乳輪あれですからね、フランス料理のなんかパリッパリのドームで出てくる料理みたいになってますから、今カッサーってこう、もう分からへんかな、ちょっと映像で出してくれへんか、俺を。巣ごもりみたいな感じ。もう鎌倉みたいになっとるからね、今中でね、姉妹が楽しい話してますわ。もう姉妹です。次、奈良市にお住まいの34歳男性、カジさんからいただきました、うん、乳毛のことですが、うん、僕はお金がたまらんと聞いてましたよ。え、あとヨーロッパでは、うん、男性が陰毛の処理も行っているようですよ。ジャンクスポーツでサッカー選手が昔言ってましたよ。何を言うてんねんな。どこ？どこそれ、海外。教えて。ヨーロッパ。ヨーロッパは、うん、そんなんしてんの。うーん。何やろな、ヨーロッパは。乳毛を伸ばすと、リンゴが青いうちに落ちるみたいな言い伝えみたいなのあんねんで、多分。ちょ、その、いや、この。いや、おもろいんじゃん、今。え、分からんじゃん。なんか、乳毛っていうのもなんですけど、何回も。俺は、ニオリの毛出るけど、リスナーさんがガンガン乳毛で送ってくれるから、俺、解禁になったんかな、思って。ボジョレ解禁並みに。乳毛解禁。一緒にしたらあかん、そこは。これ、だから、ヨーロッパのこと、ヨーロッパはこの、下の処理も行っているのが一般的だということで、これは上の乳毛のことですが、僕は。下の処理なんかしたら痛いやんか。どうやってしてはるんやろな。それ一回好奇心旺盛な男ですからやりましたけど、もう断髪式並みの音しますよ。ザリッって。なんでしたんですか。どうなんやろ思って。どうなんやろ思って。自分で。自分で。誰にしてもらうのそれ。奥さん。絶対嫌よ。頼まれてもせえへんやろ。せやろ。うちも絶対してくれへんよ。なんていうの、切ってくれへんかな、言うて。だって自分だとなかなかほら、手が届きにくいところもあるんじゃないですか。いや、だから、はい、だから、はい、あのね、宇野さん。はい、宇野さんはね、はい、エロい。なんで日差しの部分でええねん、もう。その処理っていうか、誰が、ね、顎ひものとこぐらいまでもやれ言うてんねん。全部とか言うわけじゃないですか。違う、半キャップとするならば、毛の生えてる部分がね、はいはい、単車の半キャップとするならば、上の部分でね、顎ひもまで攻めていくと、それはえぐいことになるやんか。だから、すごい大変なことに挑戦しちゃったやなと思ったんですよ。おかしいって、この番組。ちょっと言うていい、はい、みんなが俺に言うようなトス上げて言うたら、ファッて引くやんか。
ちょっとコロコロって2、3メートル下がるやんか。宇野さん椅子、あ、いいよったみたいな。これいじめに近いけど、俺は戦うよ。やっぱね、そこはね、うん、タフガイですから。そうだ、もう全然。どんなトスが上がっても打たなきゃいけませんよ。全然。だからほったらかしになったら、メキシコの帽子みたいになる時あるじゃないか。もうガバーって上がってもって上に。メキシコの帽子？うん。だからそれはちょっとしとかんとね、山高帽みたいななんかになってくるから。しとかんとね、もうあれですよ、卵の横に芋あったりする大惨事になってしまいますから。今日の例えが今一つよくわからない。そうか、今日難しいんかな、なんか高度なんちゃいますか今日。うん、多分そうだね、うん、ちょっと踊って言ってる本人分かってますかちゃんと。7割ダメ、言ってる本人7割だったら分かる方3割ぐらいしか分からない。この前ね、コロッケ買いに行ったんですよ。ほうほうほう、地元の木村屋言ってね、美味しいの、美味しい揚げたてのね、うん、そこのお母さんは本当に超 ABCリスナーの方なんです。木村屋さん、はい。でね、はい、今度のイベント行かれへんわ、お仕事やから、から全然いいですよ、そんな。あの2日間、2 days ね、はい。はいはいはい。でもお話、ラジオで聞いてたら、おもろい、面白いしって言ってくれはって。うん、だそれがやっぱちょっと気合の源になって、うん、空回りなんやろな。から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 空装備になっとるわけですよ。僕は空装備で。でも、いつも聞いてて面白いわって言ってくれないと、いつも通りでいいんですから、楽じゃないですか。うーん、大丈夫ですよ、そこ、乗せんでも。ええこと言うな、宇野さんは。はいはい、こちらは、番組のメッセージ、はい、大東市の方、60歳男性、巨漢コンビに可愛いエリちゃんのメンバーで独自の味が楽しめます。味、うん、あ、ラジオのね、その面白さってことですね、うんうん、はい、巨漢コンビですよ、もう、うん、言うたら、まあ、間違ってないですからね、ね、うん、もうついに認め出しましたよね。いや、前からそんな別に否定はしてないでしょ。もう、ほんならもう、これテレビやないけど衣装用意してもらえます？何の？オーバーオール2人で。ゲストだけ笑うもんね。ちょっとだけ。いや、こいつらオーバーオールで何してんねん。ガッサ食べ物入れて、ポケットに。もうテーブルが綺麗になるよ。スッキリする。胸に入れるから、お菓子を。ドラえもんみたいな感じで出てくるの。ドラえもんみたいに。エリちゃんもね、可愛い言うたってもうね、もう女の子じゃないもん、女性だ、女性だもんね、うん、もう30回ったもんね、30回ってる、31でしょもう、見えへんけどね、エリちゃん30代に。まあ確かにね、うん、もう、まあでもちょっとどうなんでしょうね。なんですかそれ。エリちゃん、エリちゃん可愛らしいですけどね、うん、この前サキちゃんと喋ってたらボルテモテんけど、サキちゃん、はいはい、稲垣サキちゃん、ご飯が進むのピクルスコーポレーションが一時をお知らせします。一時になりました。通常ですといつもですね、一時前にね CM が入りますんで、うん、だいたいこの時間まで上げてねって言って、はい、それ見てたんですよ私1分前までは、うんうん、途中から話聞きたなって、いや、さきちゃんの話って言ったとこで切れたよね、うん、いじめですよね、これ。こんだけハードル上げられて、そんな大したボケでもないのにもっぺんするって。で、多分聞いてはる人は続き聞きたいと思うんです、今の話の。ほんまですか。だからやっぱりちょっとここは違う、次のコーナーに行く前にちょっとそこの話をしていって、ものごっつやりにくいけどね。全然進むくんちゃいますけどね、ボケは。ご飯は進むくんですけど、どう考えても。ちょっと笑ってしまった話を。なもんね。全然そない。だから、四日市に仕事に行ったんですよ。さきちゃんと、うん、うんうんうん。さきちゃんも29かな、うんうん、やけど、はいはい、近鉄電車で1時間に30分走るかな、はい、?2 時間近く行くんかな、うんうんうん、で降りて、うん、僕にね、うん、もうかわいい笑顔でね、ヒ、う、ノ、ん、さん、この四日市って大阪ですかって言われたっていうだけの話なんですよ。エリちゃんね、2時間近く乗ったやんと、ずっと大阪市内を練り走ってると思ってたんって言って、それだけ。ね、それはサキちゃんが言ったんですね。うん。はい、俺が言うたら、ドアホやんか。いや、今、エリちゃんって言ったでしょ、最後。あ、サキちゃん。もう、ちゃうねんって、もうね、俺か俺のせいか。いや、もうそんなことないです。兵藤さん、いつも通り行きます。やばいな、今日は。兵藤大輝のホワーとええ感じ 1008ABC ラジオあたりがお昼の12時ぐらいから多分ホワーとお届けしてると思うんですよね。それホワーとしすぎでしょ。
宇野ひろみのやっとええ感じ。イライラしている方からメッセージをいただきましてですね、うん、私たちが代わって怒りをぶちまけるコーナーでございます。はい、はい、ちょっとややこしい感じなんですかね。あ、じゃあちょっとゆっくりめで話的には、はい、お願いします。こちらですね、はい、森口ひとくみ希望60歳女性の方からいただいております。はい、兵藤さんによく似た風貌の男の姑さん、うん、わかります、はい、兵藤さんによく似た風貌の男の姑さん、兵藤さんに似ている姑さんですね。はい、男と娘、この男というのは、はい、娘さんのご主人のことです。今送ってきていただいてる、はい、方はその娘さんのお母さん、娘さんのお母さん がここに送ってきてはるのね。はい、はい、娘さんのお母さんが投稿してはります。はい、ですからここに出てくる男というのは、はい、今送ってきていただいてる方の娘さんの旦那さんのことを男と今ここ表記しております。わかりました。わかりますね。はい、言うたら、まあ、義理の息子のことを男って、向こうさんのことですね、いわゆるね。はい、男、男と娘、子供3人の家族です。かっこ子供は小学生、うん、男は男不定休なので、うん、寝ている時は静かにしています。うん、でも、うん、男が休みの時は、うん、夜も大きな音、うん、大きな声、うん、一番イラッとするのは夜12時を過ぎても、うん、自分の都合で一人になりたくなくて寝かせようとしません。かっこ娘たち家族を寝かそうとしない、うんね、うんうん、娘も仕事しているので早く寝たいのですが男は機嫌が悪くなります。子供も同じように起きているので時々熱を出します。ラジオで怒鳴ってもらえませんか。もうかなり怒ってるのが分かりますね。まずあれでしょ、娘さんの旦那さんのことを男という表記すること時点でもかなりもう、いやもう、もう嫌いなんでしょうね。家族と認めてないからね。認めてないですよね。男と娘ってもうなんか女と男みたいな漫才師出てきたのかなと思いましたけど。うわー、これだいぶ怒ってありますね。ちょっと待ってください。このそうか、兵藤さんによく似た風貌の男の姑さんって人がこの送ってきはった人なんですね。はい、あ、兵藤さんによく似た男は、うん、男です。僕に似てるんですよ、その男。男はじゃあこの方は兵藤さんもあんまり好きじゃないでしょうね。いやもう嫌いでしょ。何や憎いや、今朝まで憎いってなもんで、なんかもうテレビとかに出てはって顔とか見たらね、思い出す、男めってなりますよ。この男め、この男めってなります。早寝かせたれとか思うんでしょうね。はあ、い、これだからまあその言ったら自分の娘さんが結婚してる旦那さんがまあ言うたらわがままやと。そうやね、簡単に言うと。でもさ、12時までよう小学校4年生ぐらいの女の子起こしとくね、うん、親父としたならばですよ。迷うねえよって、うん、なりそうなもんやけどね普通ね、うん、逆に寝かさんとあかんよね、うん、子供の睡眠不足はあかんからね、うん、リズム狂うしね、うん、いやだから不定休なので寝てるときはまあ静かだと。それはこの話は娘さんから聞いてんのかな、うん、いやどうなんやろな。だってこれを知ってること、別居してるし、この家族3人で暮らしてて、はい、例えばこのお母さんがどうなんて聞いた時に、いやもう大変やねんって起こされてな、子供もずっと付き合わされてんねんって言ってるのを聞いて、うん、この男めって言ってお母さんは怒ってはるわけです、うん、別居って書いてありますよ、横にちらっと別居って書いてあります。そうですわ。だからなんかまあそこまで勧誘もできへんでしょ、まあね、もう家族の問題じゃないですか言うたら。そう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 、でここでお母さんが出てったらもう一つややこしなるのが分かってるから、うん、直接は言うてはれへんと思いますよもちろん、うん、で悔しい、でもでも腹が立つからここでちょっとその男に一発かましたってくれという、うんうん、おはぎですかね。なんやろねこの男も。そやけど普通さ、うん、まあ結婚してさ、うんうん、そんなんなりだしたら一人の時間が欲しいってなりそうなもんやけどね。寂しがり屋なんか自分中心なんですって。あ、だから起きてる時は自分が都合のいいように周りに動いてほしい、で寝てる時はうるさくすんだと。で一人になれた時はもう寝ろやとか言うんでしょうね。そうでしょうね。で勝手になんか行ったりすんちゃいます、いろんなところに自分一人で。そういうタイプだから。あ、なるほどね。ほったらかしで、だから自分の都合のいいように好き
きなように動いてるから、その12時過ぎても一人になりたくなくて、変なとこで寂しん坊になって、ほんでもう寝るなやみたいになるんでしょ。あかんね、あかんね。これはちゃんともっと家族のことを考えなあかんと思うわ。ほらお姑さんもね、これ聞いてたら腹立つんちゃいます。そうだね、自分の娘がね、苦労してる思ったらそれは腹立つわ。まあ言われへんけどね、言うたらまたほらここが言われるやん、娘さんが。そうそう、お姑さんにこんな、お前のお母さんにこんなこと言われたから腹立つわってまた言うと思うよ、こういう男性は。うん、年ね。はあ、年ですね。じゃあ、お子さんは早く寝かしてあげてほしいな。うん、それだけはね。まあ、奥さんはね、多少ちょっと付き合って回ってもあるかもしれないけど、でも奥さんも仕事してんねんからな。そこはでもちゃんと言うた方がいいと思いますよ、そのアホの旦那に。これでも奥さんが言わなあかんね、うん、あの子供はもう寝さしたって言うても、明日、休み、次の日がなんぼ休みだったって約束もあるやろうしね、うん、4年生ぐらいの時だらやっぱ予定も入ってくるからね、自分の、うんうんうん、ほんまやね、うん、そうやん、いろいろだから自分の都合だけでやっぱり動いてるのが飽きませんね、行っちゃっていいですか。はい、そうですね、行っちゃいましょうか。行っちゃいましょうかね、はい。おい男、寝ろお前バカ。ほら男、もっと家族のことを大事にしたらんかい。もうそのうち逃げられるでボケ。手短に、もうこういう人はもうパシッと言わな分からんと思うよ。もうむずいね。でも言うたからって逆上しておるしね。そうやね、ここがもう分かってもほら自分の都合で言う、で娘も仕事してるから早く寝たいと、ママもね、そしたら機嫌が悪くなるっていうのが多分これでね、ブツブツ言うんですよ。やだ男だね、やだやだね。俺ごっつええ旦那やわ。そうだね、すぐ寝るしね、俺一人で。はーって寝てるもんね。はーって寝てる。それはそれでまたあんねやろな、心の中でな。何すぐ寝とんねんって。だから何でもほどほどが大事やね。ほどほどでね。ね、まあちょっとこれでうまいこといくようにお祈りしておきますんで、ね。はい。はい。皆さんもイライラしたことがあったらお便り書いてお送りください。お待ちしております。宇野ひろみのイラッとええ感じでした。今週のちょっとええ感じ。さあ、今週のちょっとええ感じということでございますが、はい、また告知でございます。もう毎週申し訳ございません、4月27、28に、なんと梅田のですね、芸術劇場シアタードラマシティでですね、兵藤大輝のおしゃべり大好き、春 2days というシアターでドラマでシティやのにしゃべるだけというイベントをやります、うん。2日間、やります。1時間半ぐらいのライブになっておりますんで、はい、まあ、お話しするだけの話なんですが、まあこのドラマシティでやりたいなという、夢が叶うということでございますんで、よかったら来ていただきたいなと思います。2日間とも違う話をするので、はい、よろしくお願いします、はい。27日28日、4月ですね、土日になってます。開演18時からです。梅田芸術劇場シアタードラマシティ全席指定の3000円、チケットは、吉本チケット吉本ですね、はい、0570-036-912、 0570-036-912、 あとまあ、ローソンとかチケットピアでも、販売してるとは思うんですけども、またよかったら、どっちか売り切れてたかもしれないんですけどもね、まあ、うん、じゃあもう残り少ないですね、お席の方がね。いやそんなどっちが売り切れるってね、すごいですよ。いや、まず5枚しか預けてへんかったからね。まあありがたいことに完売ですね、そっちはね。いやいいですよ、まあでも本当によかったらですね、足を運んでいただきたいなと思いますが、はい、まあ今週のちょっとええ感じでね、うん、上の娘とこの前、まあ2人で出かけることあったんですけど、初めてちょっとデートをしたという。アイネちゃんと、アイネとね、うんうん、でまあ先ほども言いましたが、もう3年前、幼稚園ね、年少から入りまして、もう年長になりまして、今年の春からは小学校ということで、ねえ、早いですな。ほんまやね。もうほんでね、まあ昨日もね、喋ってたんですけど、まあ今日がね最後なんですよ、幼稚園行くのがね、はいはい、であとはもう幼稚園行くけど卒園式だけやから、だけだからね、3年間頑張りましたね、いう話をしてて、うん、で今度も6歳やから小学校やな言って、
で、まあ、一応ね、昔ですけども、あの大学まではね、お風呂入るっていう確約は取っとるんで、僕は娘にね、まあ、そういう話もなんかしながらね、はい、まあ、ずっと入ってくれんやろみたいな、うんうん、ほんなら、そこでね、クイズになったんですよ、うん、小学校は何年行くでしょうって言って。うん、幼稚園は3年でしたけども、言ったら6年って言うんですよ。うん、おー、知ってんの、うん、で中学校は言ったら、うん、3年。うん、おー、高校は言ったら3年。うん、おー、知ってはる。大学は言ったら、うんって言って、うん、まあ、3年から、いや違うと、4年やと。うん、まあ、頼んでたら2年やけど、うん、まあまあ4年やな、うん、で4年になったら、何歳なんて言うんですよ。うん、大学校卒業したら。うん、まあ、大学って言うと大学校って言うんですよ。小学校からずっとね、学校で来てるからね。大学校卒業したら何歳なん、うん、まあ普通に言ったら22歳やなって言って。うんうん、で、22歳なんや言って。キャラ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 笑うとるんですよ。もう大人やな言って。ほ、うん、んで、22と言うならば、パパ何歳なんのって言うんですよ。あ、ね、はい。ほんなら今6歳が16年後やから、うん、パパ57、8ちゃうか、うん、でもおじいさんやんって言われて、いや待てと、今なと、今のな57、8なめんなよと、ね、今のこの2013年の57、8もまだ男やと、うん、ゴリゴリやと、うん、ね、それがもう十何年も経っちゃう、もうその頃になったら、うん、ね、その頃の57、8なんて今の31、2ですよ、そんなもんってでもね、そう思ってくると、うん、うわー、そうかと、子供の成長ってこんな早いじゃないですか、うん、で、大学なんかあっという間に卒業してまうんでしょう、振り返れば早いなってなると思うんですけど、うん、もう57、8なんねや思って。そうやね、その年ね、娘さんが22になったらそうなるんやもんね、自分も年取っていくわけですからね。そう、ほんで、うん、パパ何歳やった、今42やった言って、パパの、ね、年ちゃんと覚えてくれてるんですよまだね、うん、そう42やで言って、今年で3やけどな、うんうん、って、誰ね、今年で7やろ言って話してて、で、私が42になったらパパ何歳なんて言うんですね、うん、ほんで36年後じゃないですか、うん、パパ78やわ言って、うん、え、アイネが今のパパの年だったら、パパ 78? それはおじいさんと認めるわと。78はおじいさんと認めた。ね、はい、ね。そんな言いながら風呂入ってたらね、まあ、ほんまにちょっとは健康に気ぃつこうでね、うん、一目孫の顔でもみたいなね、42、3で何をもとんねん話だけど、まあ、早い子なんかおるからね、孫42、3で同級生で。いますよ、だって20歳で結婚してすぐ子供産んだ子がまた早うね、うん、結婚したら。塚本でね、地元でね、うん、鉄板焼き屋さんやってる同級生の女の子おるんですよ、ご主人と。うんうん、この前行ったら子供6人おる言うて。素晴らしいですね、うん、もう上の子はもう子供産んでるから、私おばあちゃんやよって、って言うたら、まあそらね、そういう、張るわね、うん、そら、うん、で、まあそんな話してたんですけど、うん、で、この前久しぶりにデートしに行ったんですけど、はいはい、もうやっぱりね、6歳にもなるとね、うん、やっぱりもうちょっと、なんやろ、鬱陶しいんですよで、そんなん言うの、なんで、ね、なんでその子供の可愛げがもうないんですよ、ちょっと、で、幼児の可愛げがそれはだって成長していくから ね、ほんで朝起き言うても起きひんし、起きた思って、うん、お前な、うん、今日はまあ幼稚園頑張って行ってこいよ言うても、うん、返事もなく、うん、なんか下向いてなんか、あーとね、腹立ってね、ボコラーってまた怒ってもてね、うん、あのなって人が喋ってる時は人の目見なさいと、うん、で返事もしなさいってね、そんなことしてお前そのな友達にも絶対したらあかんしって、そんなもんお前な調子のとこすんなお前さなってお前なビチビチに言わすぞ言うてね言いながらビチビチに言わすってどう言わそう思って、いざ言わしてくれ言われたらビチビチというテーマで俺どうやって言わしたらええんかな思いながらね、でまあそんなんでちょっと関係がギクシャクしてたんですよ、うん、はい、もう常に会うたら怒るみたいな、うん、ご飯も食べへんね、42歳と6歳がちょっとギスギスしてたのね、そう、うん、ほんでもうなんか楽しないねやっぱ毎日がね、うん、なんやろうなみたいな、うん、顔合わせ喧嘩というかもう怒る、うん、で前から予定してたんですけど、この前の13日に、うん、まあ、それこそ、まあ、シアタードラマシティでね、はいはい、ボカピープルっていうね、言うたら白ずくめのね、はい、自称エイリアンたちが、はい、マイク6人か7人ぐらい出てきて、はい、マイク1本で、はい、歌をやると、うん、だから
スクラッチとかキコキコキコとかようやるじゃないですか、うんうん、外国の方って、うん、あとそのだからマイケル・ジャクソンの曲とかも全部口でへーッッとか言ったら、はいはいはい、もうみんなが口でやるみたいな、うんうん、を見に行こうってでああいうねあの出し物って普通未就学児童禁止が多いんですよ、うん、ね、うん、ほんでほんまは僕ら世代というか僕らが持ってる子供、うん、6歳とか2歳の子供に見せてやりたいっていう気ってないですか、うん、あのさその音楽のもののとかそうですね、うんうん、ね子供向けは結構そんなの入っていいんですけど、うんうん、やっぱり大人向けとかになるとちょっと禁止が多いんですけど、うん、それは入れたんですよ、うん、だからならちょっと入れて行こうか2人ででもうロケがね、うん、朝の4時からあったんですよその日ね、うん、寮に出るって行かながるようにまあこれあんま言うとあかんけど本番もあのオンエア前やから、はい、でガーってやって、うん、ほんでまた違うロケ行って、うん、ほんでギリギリに家帰ってほんで2人で出かけてね、うん、で会話もないんですよそんなに、ね、でも切なくなってきてねこれが17、18のね女子ならばね、はい、こんなこともあってもいいだろう、うん、6歳やで、うん、でねタクシーで向かってほんでちょっとコンビニ入ろう言ってでコンビニでパパマスク買うわ言ったらもうカサカサってやってママから預かってきた言って、うん、マスクねいや、うん、ありがとうとかって、うん、やったらねあのカラス天狗みたいなマスクわかります、はいね、ちょっと前がプッて出っ張っててね、うん、俺あれやってあれあかんねん俺なんであのね肉がムチって出んねんわかるあのグワーってかけた時にねギュッと、はいはい、あの耳までギュー引っ張るから、はいはいはい、ポチンって食い込んで、うん、もうほっぺたの肉が溢れんばかりになるからはいはい、はい、あまあまあでもええか思って子供せっかく出してくれたし、うん、ってほんで飲み物こうって、うん、で入ったんですよで前の方の席でね、うん、で出てくる何のことか分からへんから子供は、うん、ほんでバーって見てたらねこの歌うんですよ、うん、あの英語の歌をね、はい、ほんならやっぱりねなんか知らん顔して見てたらね、うん、なんかちゃんと拍手したり手拍子したりとかしておるんですよ、うん、で横目でバーって見てたらねむっちゃ嬉しそうな顔で見とるんですよ、うん、で楽しそうでねんでああパテマ楽しいのかってそう思ったらこういうデートみたいなのは初めてやったし、うん、ね、で1時間半ぐらいでサクッと終わって、うん、でご飯行こうか言ってで何が食べたいって聞いたら何でもいい、うん、何があるって言うから、うん、いやなんかほんまちょっとね軽いデートみたいなね、うん、ほんでうーんどうしよう言って、まあ、酒飲みにも行くわけでもないしね、はいはい、うーん焼き鳥言うてもねなんかね大人の世界やね、うん、ほんで DJ ハウスの前にねカレー専門店があるんですよへーあの美味しいねあれあれ580円でねあそうなんですか、うん、あのごっつ美味しいカレー屋さん、うん、一回ロケで行ったんやけど、はい、でその横のスポーツ用品店があるんですけど、うん、そこはスケートのね専門店でね高橋大輔くんとかが来てるとこなんですよ、そのとこなんですか大田くんとかが来てるとかにあの男暑いんです通りがね、うんうん、でそこのカレー屋行ってね、うん、覚えてくれてはってお姉さんが、うん、あどうぞどうぞ来てくれたんですか言ってほんで娘です言ってほんでテーブル行ってください言うけど、うん、あんまテーブル好きやないんですよ、うん、カウンターで並びたいから、はい、カウンター並んで、はい、でパパはエビフライカレーってお前どうするって言ったらカレー、うん、辛かったどうしよう言うから、うん、辛いの食べられへんからね、うん、でもそこはもう大人向けの店やからね、はいで卵入れようか言って、うん、で卵も頼ん で、うん、で卵混ぜてバーってねカウンターで2人でね僕はコーラ向こうはオレンジジュース飲みながらねやってんのがなんかすごく楽しいというか、うん、ほんでこう待ってるね時もちょっと肘ついてね、うん、テレビをこう上についてテレビ見てたりすると、うん、あの女性のミニチュアみたいなんですよもう、はい、見てたらそうやねうんほんならねやっぱりうーんそうやな思って、うん、もう幼児の可愛らしさっていうのがない、うん、なくなったんじゃなくて、うん、その女性になる進化をしてんねんな思ってそうそう徐々に大人になっていってるっていうことですよね、うん、ねだから可愛らしさっていうのは可愛いですし、うん、子供やから、うん、だってその幼児の子供の可愛らしさを追い求めてるのは親のエゴやな思って、うん、だから結構もうそういう態度取られても怒鳴るんじゃなくて、うん前もね教えていただいたけどねこのラジオでもね話をしなさいと、うん、ねまあそうしなあかんねんな思って、うん、俺も成長しなあかんねんな思って、うん、ほんでまあそこカレーでね2人並んでカレー食べて2口目ぐらいですかね、うん、辛いからええわって言われてでパパ2杯食べるというねえらいことになってあいなちゃんでもお腹空いちゃうねそれで、うん、食べなかったらねまあね家帰ってなんかパン食べるまあまあ別にねいい時間やったしすごいねパパがカレー食べんのに私付き合ってあげてみたいな感じの雰囲気やねほんで家帰ってパン食べながらね一応パンフレット買うたんでね、うん、それでママにも説明してて、うん、ほんで昨日もちょっと一回家帰って、はい、ほんでねその時また思てんなやっぱりなんかねそれ貸せ言うて、うん、あのスーパーボール貸せ言うたら嫌や言うから、うん、あの抱きついてね、うん、こちょこちょしてるんですよ、うん、
まあ、ケラケラケラって笑うんですよ、うん、考えたらこのケラケラという笑い声を最近聞いてなかったなと思うんですよ、うん、ああアイネちゃんから、うんうん、ということは、うん、ケラケラと笑い声を聞いてないということは僕が忙しすぎて遊べてないんですよね。